ウバ捨て好きウバスて山は、気楼伝説に財を取った民は、大きく、しおり型と、難題型、それらの複合型に分けられる。法令、口べらしなどのために、高齢の親を山に捨てることとなった息子と、その親の物語である。ある国の殿様が、年老いて働けなくなった者は役に立たないから、山に捨てようという非常なお触れを出す。ある家でも、お触れに逆らえず、 息子は泣く泣く老人を山に捨てようとするが、結局捨てることができず、密かに家の床下にかくまって、世話をする。しばらくの後、殿様が隣の国からいくつかの難題を持ちかけられ、解けなければこの国を攻め滅ぼすと脅されるが、息子はそれらの難題を、老人の知恵によって見事に解いてみせる。隣の国は驚いて、このような知恵者がいる国を攻めるのは危険だと考え、 攻め込むのを諦める。老人の素晴らしい知恵のおかげで国を救われたことを知った殿様は、老人を役に立たないものとみなす間違った考えを、改め、息子と老人に、たくさんの褒美を与えるとともに、お触れを撤回し、その後は老人を大切にするようになった。山に置いた親を捨てるために背負っていく際に、親が道すがら小枝を折っているのを見た息子がなぜかと、尋ねると、 お前が帰る時に迷わないようにするためだと答える。自分が捨てられるという状況にあってもこう思う。親心に打たれ、息子は親を連れ帰る。他に、年老いた親を捨てに行く際に子供も連れて行くが、担いできたもっこごと親を捨てようとする。すると、子供から、お父を捨てるときに使うから、もっこは、

テーマになっているものもある。奪捨てての実際については、はっきりしたことはわかっていない。少なくとも、古代から現代に至るまで、奪捨ててや、それに類する法令などが、日本国内にあったという公的記録はないが、民間伝承や奪捨てて、由来の地名が各地に残っている。物語としては、親子の深い情愛、隣国が出す難題の奇抜さ、 それをいとも簡単に解決してしまう老人の知恵の素晴らしさなどが主題となっている。南大型の物語はインドに起源があり、アジアでもヨーロッパでも古くから語られているが、平安時代の枕草子には、あり通明人の演技という名による複合型の完成された形での記述があり、日本でもかなり古い時代に成立した物語であることが伺える。ちなみに、 話に登場する難題の中でも、比較的よく知られたものと、その答えを下に記す。根元も先も全く同じ太さに加工されている木の、棒のどちらが根元で、どちらが先かを当ててみよ。灰で作った縄を持ってこい。複雑な形に曲がりくねった竹筒の穴に糸を通せ。姿も色も大きさも全く同じ親子の馬のうち、どちらが親で、どちらが子かを当ててみよ。 を入れた一つの桶を置くと、親馬は子馬に先に食べさせる。叩かなくてもなる太鼓を持って来い。なお、叩かなくてもなる太鼓を見て驚いた隣の国の殿様が中の仕組みを見ようとして、太鼓の皮を剥がすと、太鼓の中から蜂の群れが飛び出してきて、殿様を刺しまくり、隣の国の殿様は散々な目にあったというオチのついた話もある。一方で、 奪捨てて、伝説の一部には、その信憑性を疑われるものも存在する。長野県のカムさんは俗称を、おば捨て山といい深沢七郎が、奈良山雪光で奪捨てて伝説を結びつけた。しかし、日本思想史学者の古田武彦は、地元の方向院長楽寺への現地調査の結果、などからこの地に奪捨てて伝説はなかったと、結論づけている。また池田はもともと、 日本において人口問題を解決した方法は、奪捨て手とは逆のコス手であるとしている。ありがとうございます。